どういうテンションでいくの。はい、じゃあ今日も PUBG やっていこうと思います。このテンションこれ以外わかんない。 のっけからこのテンション。髪型を変えたらもうなんかポニーテールがなんかふさふさしてちょっと邪魔でしょうがないん。え、リアルで。え、リアルじゃない。セーラー服にポニーテールに角生えてるから俺。リアルで。じゃあ誰か会おうよ。ちょっとリアルで。え、リアルじゃない。リアルじゃない。会いたいんだけど。ほら、ったほら見てポニーテールふさふさしてるし、めっちゃ。ほら、左右にめっちゃ、左右にめっちゃ揺れんだよ。ほら。Follow me. Where? Follow me. Yes. じゃあマッサンにフォローしますよ。遠いな。遠いな。届かなそう。こっちは届くで。最悪のブーンすればいい。ブーン作戦に行こう。降りたところに絶対車あるんで、そこからブーンでキャンプあるから。いや、何度見てもかっこいいよ、この隊列。こんな規則正しく飛べるチームすごい。なんですか、飛んでる最中って敵見づらくないですか。見づらい。あまりやった。いないはずなのに、なんか降りたらいたみたいな結構ありますよね。いなそうだね。いないんだったらかなりいいエリアですからね。いやあれ一人はぐれた。確かに。一人はぐれた。こんな違う。いなそうだね、本当に。どこ行こうかな。もうちょっと遠目に。バックパックレベル3。スモーク。火炎瓶。スモーク。M1 ゲット。お、どうした。ゴシャ M4 来た。これゴシャじゃないね。ボツ M4 来たね。いいね。これも売ってたんだ。全然武器がないんだけど。バツ。誰か売ってません？怒りの怒りの。ウサパルチですか？怒りのショット。まあ、でもね。でもどうせ敵も近くにいないんだろうし。ゆっくり行きましょうよ。ゆっくり行きましょう。エリア全然余裕だね。ここにレベ3ありますよ。レベ3バッグ。めっちゃいいじゃん。レベ3。と。これどこ見たか分かんなくなる現象。お、もしやこれは？あ、ハブリック。マッサンどこにあったの？この上？下。え、下？うん。下？下。あ、ここ？Thank you. やっぱり M7 がいいっすよね。 M7 いい説。 M4 強いけど火力がな。 M7? M4 確かにね。若干このフェーズ好きです。 M4?絶対セカンドシーズンでビックリマークついてるじゃないですか。始まるよ。始まられても。これお姉さんキャラのやつです。誰がそれに出資するんだろう。M4 それどの位置付けです。多分それはCM に入る時の音声ですね。これ登れないの。登れないね。こっちからスコ。いいね。ヘルメットラボ2。拾ったった。スコりたい。あれ、マガジンはまだ拾えてないのか。やっぱ AK はいらねえな。AK。1でなんか。うん、そういい。でも全然いらねえ。
っくりだったら無事あ、ゆっくりありがたい探してたよ AK 欲しいな、AK M なの、AK、お、いいね、タクティカル、タクティカルサムセンすげえ、マジここ平和だな、ほんとに霧がなんかすごいできてるあ、マジっすか霧学園の札ですか霧学園キリフーフーキリフーフーお、来た、来たこの前めっちゃキリ濃いっすねクロロリーですよねこういう初手振るのって大体キャチャですねえ割りかしなんか中盤で旅行から構えられるいや絶対そうだよね、この序盤安定パターンーなんだろうね、平和ボケしちゃう感じなのかなゴシャン QBU めっちゃ置いてもらうよ M4 オンパレード4スコいいんじゃないのやっぱここまでアイテム揃うとなんか不安しかないね。足音。ボックス？ほんまかいな。ボックス。ほんまかいな。ラッシュオード。髪の毛と。一応ローボから動いてしょ。ローボから。でもローファーは髪の毛で盗んでたんですよね。そっか。じゃあお前から俺も取ってやろうみたいな。そういう、そういうことか。そういう話です。その精神。おらへんで、全然おりまへんどうしよっか、本当に。でも襟はめっちゃいいじゃん。非常に面白くない動画になってるんじゃない？いや、非常に面白くない動画になってる。何の撮れ高もです。うん、SKS と QBU ってどっちが強いの ?SKS って3段でしたっけ？いや、これはね、スナイパーライフ。SKS? 関ちゃん、真北のなんか建物が行ったの行ってない。あ、行ってない。安定するのはあれですか。なんか北行くっつったの。あ、できるかも。あー、なるほど。マスコミね。それ訂正すると、リンクしちゃうから。安定してんな。あー、この人はこの人ね、みたいな。なるから。グレるな。キービーユにしよう。球が強いね。あ、でも、あれもう開いてるわセクシー来たんじゃねこれいや、ウボンゴのオールアイサレイディアじゃん誰か行ったんじゃん、誰か行ったのでも、ガバイでも、アサリ、ガバイそうだな、なんとなく整ったかなゴリゴリ爆心地ですけどおお山の上行ってんすか行った、しかもね、爆心地に向かうっていう今なら誰もいないだろう今あんなそんなまあ言うても当たらへんやろ当たったことないから当たらへんめっちゃ落とするけど当たらへんやろ全然当たらスモークよ4発あるわいいねファイヤーあ、当たらんかったセクシーもアサリ終わるさあ、山の上に来ました敵はいないまだアサリセクシーいや、もうだからあ、俺ドリンクはねえなあ、俺もドリンクないねドリンクドリンク全然見つからないウボンゴ、車乗ってくあ、そうするかあ、サンスコ霧で全然見えないガバいな、マジであ、行こう行こう行こう。イエス。ニスコ超いっぱいあるけど、持ってるよね。わお。That's wow。山の上。なんだろう、いつの間にか38位になってるぜ。
いつの間にかエリアめっちゃ愛されてんね。すごいね。上乗ったところでスナイパーにとっては上から帰る。見えない中でも、でも勝利だもん。上がってる。見えない中でも撃ち抜けるんでしょスナイパー。これ全く見えない想定以上に。マジ逆に上から狙われたら怖いね。観光地みたいな。すごい見えないとこから銃の嵐が。矢とかあったらめっちゃいいのにな。クロスボウ。クロスボウ。シャン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 。お前は何も見えんやん、これ。やべえ、何にも見えねえじゃん。逆に向こうからめっちゃ撃たれてきた。超怖い、ね。愛されたね。おでも、37人で、絶対見えると思うけどな、ここから。まあ、霧が濃くなける。霧濃いね。カイビンタイ。もうやっぱわずかに動くものを狙うんじゃないこれ。今皆さんは投げる系の武器何持ってます？煙玉何個ですか？2個。めっちゃ150燃えてるけどあれ。あ僕です。精神的支柱。精神的支柱。え燃えてる？めっちゃ爆。煙玉4つに火炎瓶3つ持ってます。めっちゃナルトみたいだね。火炎瓶5つ。煙玉4つ。ワイワは起爆札4枚や。ワイワってその関西弁のキャラだっけ？わかんない。わかんない。あの世界に関西弁いたらおかしいやろ。じゃあその時代からあったんで、あれいつの時代なんだっけ？あれ時代ないっすね。なんか異国の話です。異国の話か。救援物資が向こうに。お、なんだ今霧見えねえ。バイクみたいなのが走ってったように見えたのが、はい、何も見えねえ。止まるんじゃねえぞ。クレヨンしんちゃんやないか。しんちゃんが給食を運ぶときに先生に来られて、前が気になるんです。お、ブッシュやば。ブッシュブッシュどこどこ。100ブッシュ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 と、なんかブッシュ何も見えねえ。ブッシュめっちゃブーストしてた。降りる瞬間いや、ギリ見えるな。ギリ晴れてくるんですよ。煙ってるからね。あ、でも煙が立った。煙ってるからね。これも格好の的じゃん。スナイパーたちによる。誰か6スコとか持ってんの？持ってる。見えない。でも、さすがに4スコでも、分かんないな。これ撃ってみようかな。撃ちたくなるなって。見えるの？いる気がする。いるか。いや、いないんじゃないこれ。見えねえ。いたら分かるでしょ、これ。気持ちいい。これだって四角い物体わかるから。いや、そんなことはなかった。すごいな、なんか枯山水みたいな世界。中国か。なんかここいそうだね、確かに。違うね。もう一滴だってポッというのあったね。逆にこの崖の上から撃たれるのはマジで怖いっすね。このさらに上。うん、まあ、でもエリア的にちょっとないかな、それは。じゃあ中国っぽいね。水墨画って感じだね。見えねえ。トミさん、なんですかこれ。サプレッサーついてるんですか。なんですかいかつい。え、これはね、なんか QBU、 なんかこの先っちょについてるこれ、ね、これなんなんですか。なんだろう、これ反動を現象させるやつか。コンベンセンサー。コンベンションセンター。コンベンセンサイター。コンデンションミルク。ひときわないな。あれ？あ、違うか。絶対これ視聴者伸びないやつじゃん。ダラダラ系のやつだね。ダラダラ系。あ、エリアが。エリア最初からなかった。行くか。行きますか。車これ何人乗り？え、三人、あ、二人乗るか。じゃあ俺徒歩で行くわ。飛び降りる人を一緒に車で。誰も乗んないっていう。じゃあ俺行くぜ。ハマった。精神的中走り方めっちゃダサいけど、これ何なの？めっちゃダサい走り。よっぽどトレーダーがない時にすることやと思う。走り方の指摘は。いや、しちゃう。だって今坂道降りてくのめっちゃダサかったよ、なんか。うわーって。だいぶ。待って。一応入ったけど、どうだろうな。
さっきの物資の方気をつけなきゃいけないじゃん。あ、物資そこじゃん。あ、車だ。車だ。え、こっち向かってる。あの建物の中入ってったね。いや、こあの集落に泊まってんじゃないですか、あれ今。たんじゃないですか。目立つわ。切り替われた。あっちの建物危険ですからね。あの南西側の SW の。あ、いるいるいる、います。え、どっち？いた。あ、武士にいた。一人出てきた感じ。まだ何人かいんじゃん。多分まだいますね。だよね、絶対いるよね。場所がバレた。同じ集落。場所がバレたで、そして霧が深まる。めっちゃ怖い暗殺集団みたいな。謎の天気っすね。ありがたいけど。これ後ろケツ注意っすね、多分。だなぁ、マジでそうだなぁ。ちょっとあたりをちゃんと見ておこう。今あと20人しかいない。やば。ここに多分3人が2人はどうでしょう。なんてサバイバル感のなさ。いたわ、いたわ、ブシ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 。よし。オッケー。オッケー。なんか立ち上がれなかった。なんだみんなの、あの物資はゴキブリゴリゴリ的な感じ。もう大丈夫だろうって出てきたもんな、絶対あいつ。あの物資ってまだ取られてないのかな。いや、やりましょう。なんか見えました今。取ったとしてもあの緑の緑の中緑の中なんじゃ、めっちゃお宝みたいな感じ。やばいやばい、お、ギリギリエリアに入ったエリアが。さて、あー、遠い。とりあえず先に切り込みます。切り込み隊長チューンズ、死んで音がしないってことは向こうか。さてさて、ダッシュ。リンクがないな。あのアイテム、あのアイテムちょっと回収したかった気持ちも確かにあるけど。だから物資の近くだからな。ハズキルーペとコラボするの。ダイブ。いそうだね。なんかね。富武氏攻めますね。先に。ああ、怖い怖い。こっちか。S175。怖い怖い。はあはあ。シチュー。ここなんだ。ギリ入れてないのか、シチュー。あ、来るで、こっちも。あ、そうか。あっちは来ますね。東と、あっちは多分そのまま向かい。東の方、これ川の向こうかな、もしかして。でもエリアも迫ってるかな。エリア外じゃねえ、あれ完全に今の。ん？川の向こうはギリセーフなんじゃない。絶対、わっしゃーい。これ上から狙った方がいいかな。あっちはさっきの時大丈夫か、エリア外で。エリア外っぽいよね。ああ、もう、ワクワクチーム。大丈夫だ、こっちは。4人も残っているぞ。それ強いよね。こんなことあっただろうか。これも勝てと言われてるのかな。東側も敵の姿見えず。マジで何もないまま終わりそうだね、これ。この辺にいるはずですよ、ほとんど見えないし。不政府か。海辺に隠れてるんじゃん。
ま、いるっちゃいるな、でもこんな狭いのにね。どこに絶対この海側に。どうした？いや、やれなかった。煙ですよ、今。どうか死んだ風な。僕ですね。怖いよ。今取れば投げた。あとじゃあ、お、2人減って、さらにもう残り3人ですよ。3対3か。3 on 3。雨が。あった。どこ。キーパー。いった。スモークが240。やられた。スモークやばくない？おお、落ちました。どこや。南東の南西の方注意、そっちの方。あ、2対2、え、2対2ちゃうの。2対2対1ちゃう。だって言ったら有利やん。フォアにちょっと痛いです。いやー、いや最後いいっすね。実はほぼ打ててない。ラスト起動で、ね、あ、ケムケムしてる。ケムケムはトムケムさん。いや、俺は投げてない。火炎瓶投げちゃったの。ポイポイ。いや、重要なのは牽制ですよ。この時間のエリア削られるから気をつけてね。煙が入ったな。一対一。あ、じゃあこれ煙れます。煙れます。あ、やった。あと一人。もうあと一人。これで負けたら恥ずかしい。ナイス！僕はずっと地面を打ってましたね、今ね。すごい地面だよ。ひどい。このステータスひどそう。ダメージゼロよ。いやー。オツです。久しぶりのドンカツだね。ボンボキルもダメージ全然出会わなかったし、打てない。これひどいな、ほんと。